はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ファフィーと申します。今日もダークソウル2続きをやっていきたいと思います。まあ今日もロスエスロイエスロスエイロスだ、エスロイエスですね、続きをやっていきましょう。前回はこの主聖堂に行って、沈黙のアルシュナかなにあって、まあそのなんだっけ、白王がまあその混沌を沈める封印するためにこうまあどう言ったらいいですかね、あの身を投げたのをこうどう言ったらいいですかね、混沌を止めてほしいみたいな感じですかね、頼まれて、まあもうすぐボス戦に行こうと思えば行けるんですけど、あのまあそうですね、先にちょっと今やろうとしてるのは一緒に協力してくれるロイエスの騎士を探す旅をしております。で前回はちょっとですね、裏であのまあ物はまだ回収してないんですけどね、ざっとその敵何落とすのかなっていうので少しやってますね。まあまあ、 あのひとまず前回のこの最後に行ったかがり火のところからちょっとやってみましょうか。で結構作業中に便利だったのがやっぱグレクラ便利ですね。叩き潰してやっぱ止めれるのはやっぱ大きいですね。一つずつ処理できるので、これまたネズミさんとかが復活してるのか、まあしょうがないね。やっぱ純粋にこうストップがかけれるってでかいですよね。あと敵によってはしばらく本当に動けなかった、こいつの弾道速いな、やたら動けなくなったりするんで、まあそのあたりもやっぱほんと便利に使ってますね。あぶね、えい、まあ、こんな感じでまあモグラ叩きみたいに進んでますけど、ほい、多分闇はですね割と昼道が、やべ、痛いんですよねこいつの。うお、めちゃくちゃ減った。まあいいや。この上はもう探索済みで、どうだったっけ、この向こうは確か戻るエリアだったですよね。1日経つともう本当に分かんないな。いや違う違う、ここがもう上に行かれないんだ、行かれず、で、この扉の向こうに前回行こうと、ちらっと覗いて、なんか氷結でしたね。氷の洞窟だったんですけど。割とこいつらも影に隠れちゃうんで、なかなか厄介な敵ですよ。よいしょ。行きますか。よし。なんかめったやたらと広い場所でしたけど、何も敵がいないのか逆に気になる感じでしたが、どうせ何か出るんだろうね。しかも一方通行なのか気になるけど、まあ羽があるのでいつでも戻れますからね。ヒルちゃんか、お前がいたのか。実はガード負荷攻撃が多いんですね、後で知りましたけど。あ、こっちかな。あ、無理だけしないように。結構入ってますね、一つ。かわいいのはかわいいんだけど、ゴロリンか、振り返ってんの、痛い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 、いやすいません、今何をしようとしてるかというとですね、サムネ撮ろうかなと思って、
危ないな。意外と正面回るの怖い。いや、っていうか当たり前なんですけどね、ボスなんでね。はい、これいいんじゃない？ダメかな、今の一瞬。あ、いいね。オッケー、オッケー、もういい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 。やっべ、いって。オッケー、よし。で、あとは回り込んで、ゴロロゴロゴロで。はい、終わり。オッケー。ラージクラブ8。なんか落としたね。白の戦士の指輪。あ、これじゃない？例の。あの、あいつですよ。前回の腹立つやつですけど。まあ、ああいうやつでも好きですけどね。あの、あ、違うか。エスロイエスの守護戦士たちの指輪。攻撃時に敵のスタミナが大きく減少する。あ、違ったね。はい。あ、これは強靭削りではなくてスタミナ削りか。暴走の火を沈めていた。エスロイエスは白の門が開いたことにより寒さに沈み生命なき世界となった、まあ、火を止めるためにっていう感じなんですかね。混沌の炎っていうのが何なんだろうね。しかしスタミナ削りってなるとやっぱあれかな、あのなんか気になるね。あのあれですかね、対人戦専用みたいな感じかな。敵相手ならスタミナっていうより強靭削りのイメージが強いですけど。あ、やべえ。まずいまずい。てててててて。ほんとこいつ痛いな。痛いよ。痛い。痛い。取り忘れはなさそうですね。ちょっと奥行ってみますか。めちゃくちゃ持ってかれたな。おまちゃんより強いじゃねえか。よっよっ。なんか割とここはあの音がないところでやられたりとかですね。あれ怖いですね。これは普通に繋がってるし、なんかいそうですね。こっちは何だい？なんか音がしてる。わあ、いた。外した。これはどこだっけ？さっきの下？あ、こんなとこに扉あったっけかっていう感じなんですけど。しかも取ってないし。黄昏草がここ。で。巨人上げて、巨人じゃない、あの、竜を上げて弓とかってどうなんですかね、実際。まあコストとしてはどうしても。でこれ当たっただけでダメージもらってるからだ。そう、嫌なやつだな。まあいいや、戻ろう。まだ先があったみたい。これ戻る道ですね。これ多分こっち側からは開からないっていう扉でしょうね。多分見てるんでしょうけど、多すぎて分かんないですね。開かない扉多いですよね。さてさて、これはゴーレムです。えい。そしてチューチューがやっぱり。わ、なんだこれ。硬い、硬いじゃん。めちゃくちゃ重い。動き出したね。行きますか。これは多分行って、背面か。
きは遅い。いってやべ、待って、これやばいね。やばいでよ。よいしょ、ここから回復して入れない。えい、一匹は取れないね。あ、当たり前だね。この手のやつはまあ無理でしょうね。非常にエストが減っています。一旦ここは、こっちに持ち直すか。一つ一つでちょっと面白くないけど、ちなみにだけど、ちょっとダメージ入る。壊れるね、これでも。けど動き出した方がちょっと倒しやすい感じですね。これは通れないのか。まあとりあえずあのチューチューを倒しましょう。そしてこれが硬い、硬いとか重い。一発で倒せる。一発。これはあの何ていうんですかね、後ろにあったあの、あ、僕か、シャーなしやね。後ろから、で、お、待てよ、これはあんまりよろしくないな。あんまり得意なタイプじゃないんだよな。いやー、どうだろうね。動く前にやっぱり倒した方がいいような気はするけど、誘って誘って、どうした、えいえいえい、なんかボコボコ音がしてるが、海松屋に、お前か、ができないな、なぜか。ほい、いった、一発、はい、近寄るな。オッケー、こいつは動いてるね。広いとこでやりたいな。普通に闇が入るんだな。魔法が一番無難じゃねえ。おお、いていて、結構飛ぶね。腕が伸びる感じがする。うわ、いて、これ部屋入るな。誘っておいて、 OK、 よしよし、闇魔法は万能なり。ワロス、なんか新しい鍵とかが手に入ったのかな。ちゃんと見てなかったかな私。どこ行く、ショートカットっぽいけど、一応こうちょっと微妙に物欲にしてるのは、あのまあ新エリアなんで何か落とすやついないかなっていう感じですね。ソウルはもう、あ、まあ腕はね、他に強化したものがないのでつけてるんで。これどこに出たんだろう。いや、しかし綺麗。あら、ちょっと待って、これさ、これ見たことあるわ。ねえ、ちょっと待って、これって向こう行けないっけ。
こだ。どれの上なんだろう。あの上からですね、これは見た方が絶対面白いんだけどな。あれおかしいな。いやまあ別にいけるっちゃいけるんですけど、このまま普通に上に上がれるのか。装備が重いせいかな、結構捕まるね今回は。だいぶ雫石も貯めたんで、雫石余ってる。いいね、そうそう、あの上に行きたいんですよ。ちょっと上がりましょう。お前らどこにでもいるな。これいやらしい敵だよこいつは。わあすごい。わあこれはすごいね。わあ危ねえ、危ねえ、やられるとこだった。わあ本当に町だ。ヨーロッパのあの町ってなんかこういうイメージありますよね。城壁に囲われてるっていう感じで。はい、はい、OK。 まずは一体負けはいそうにないから、こいつは普通に相手するか。はいよ、はいよ、よっこいしょー。それいやでもバックスター一発で死なないもんね。これ一応フル強化武器ですからね。わわわわわ、なんかいたわ。意外と切るもんだな。なんだ、まったくよ。へい、何か落としたぞ。壁守り人の兜。壁？あれ？それ聖壁じゃなくて、なんだ読めねえ。よし、うわーすごいすごい。あーこれはめちゃめちゃすごいな。でも実際どこまで行けてるんだろう。うわー、あの向こうとか行ってみたいですよね。壁もすごい。うわー、あ、なんかでもこれだけ街な場所っていうのがちょっと初めてな感じがしますね。あ、これは降りたら死ぬ。あ、これだ、これこれ。ね、わかります？ちょっと面白いですよ。いきますよ。攻撃かな？いけ！ロコロコロコロ。ちょ、ちょ。これであそこの橋が通ったのかな？これわかりますかね？あの、向こうから来たんですけど、あの左の四角の建物が確かエレベーターになってショートカットになってたと思います。で、あの、右側の方があの一番てっぺんに宝箱があってっていう場所だったと思いますけど、あの右のあの高台のところからバンバンあの魔法っていうかあの鉄砲みたいなの撃ってくるやつがいてね、これがしたかった。あ、これ覚えてるな、やっぱり。これはこっちは特にないのかな。
いやでもこの、そうですね、この最後の DLC は本当、あのプレス3版の時も歩くの楽しかったですからね。まあ何もないね。下もないよね。これがあれかな？超。はい、いましたね、ロイエスの騎士。こんにちは。ちょっとうつろの騎士なんだよね。あ、行っちゃった。はい。まあ、こんな感じで解放していくと、ボス戦で助けてくれるんですね。なんだっけ？何かの、いや、そうなんだよな。全部見てるわけじゃないので、あれなんですけど、彼らがいた方が絶対いいんですよ。いいんですよね。ちょっとギミックのある戦闘だったと思うので、3人か4人か、4人だったかな、いたと思う。でそれを全部助けるとめちゃめちゃ楽になる感じかな。つけてないとすごく大変だった気がします。はいどうぞボス戦っていう場合って大体何かありますよ。ふう、いや気持ちいい。さてとそれではそこも行ってみたけど、まあ間違いなくこういう場所ではないんだね。じゃああの橋を渡って戻りますか。あとまだ探検してないところもまだ結構ありますしね。これで、あ、どこから行ったんだっけこのルートってそれを忘れてますね。よし、アザルの杖、アザルの杖なんだそれ。杖はなんかもうあんまりもうこれ以上増やす気ないんですけど、こういうのとかもありますけど、補正なしってやつ SS、 あ強いねこれは。ただいやまあ捨ては足りてますね。こっちに触れる、うわうわこれは提唱速度がすごいことになる。105ですよね。30ですからね。めちゃくちゃ遅いですよ。多分ね、火力はすごいんだろうな。30ってはっきり遅いでしょうね。あ、いいですね。こういうの好き。楽しい。あ、いつも気になってた。だから来たんだね。うわ、こいつら全部反応するんだ。はい、で、うわ、嘘。ちょっと待って、これ結構やばいわ。で、これなんか叩かれると氷状態になるのかな。意外となんかやばくなりがちですよね。しょうがないね。砲台を一個ずつ奪っていく。おい、うまいな、うまいかわし方しよる。いや待て待て、撃てるじゃん。倒してよかった。どうだったっけ、どこから行ったっけ、それを忘れてしまった。押し合いへし合いですな。うわうまこいつこいつ出方がもう怖い。あやべ、よいしょ。意外と体力あるんですよね。しかも腹立つことに。
どうだったっけ、この向こうは普通にやばいな、わかんなくなってきた。行ったのか行ってないのかが。ちょっと入り口からもう一回行こうか。まだ20分ぐらいなんで、ちょっとすいませんね、道迷いましたねこれ。完全にもう一回来れるっていうのが結構くせ者で。行ったのか、おっと危ない危ない。これはどうだっけ、どこに繋がってるんだっけ。入り口に、これどっち方面でしたっけ、これ帰ってくる方か。どうだったっけな、あ、やばいやばい。賢いやつね。え？いや待て待て、ここに行った？ひょっとして。やばい。強いね。ここか、ここに行ったのか。ここをクリアしたんだね私は多分。そうだよね。大丈夫か。あそこだよね、通り抜けたの。ちょっと一旦戻って、すいません。入り口の上がり火からちょっとぐるっと回っていきましょうか。まだ見てない。まだ一人っていうことはないはずなので。演奏で、まあ、この一番奥の上がり火からスタートしたんですよね。ここから行ってもいいような気はするけど。いや、ここじゃない。ここはダメ。何個目のかかり火から行くかをちょっと悩んでましたね。ここまでは、近い火葬は、どこから落ちるんだっけ、これ。ちょっと待ってください。もう一回1から行きましょう。まあ、少なくとも今奥まで行ったのがあそこっていうのは分かったので、分岐したところまで戻ってきた感じなので、あのまま進めれば進んだらよかったって感じですかね。すいません。ここはね、結構やったので、これでいこう。これはちょっと、これを外して、こっちに変えておこう。これで少しマシなはず。ちょっと、攻撃範囲から逃れられなくなっちゃってるんで。はい、よっ、おいしょ、終わり。やべ、まずいまずいまずい、これよくないね。ちょっと待って、一発叩けばいいやっていうくらいで。やっちまった。待って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 、みんな落ち着け。倒した。あ、最後があるか。よし、この剣結構侮れないんですよね。よし、危ない。左エスト2つ消費、まあしょうがないね。エストの強化もう1個欲しいくらい。敷きましょう。これは左に引く。えい、
スをもらうな。はい、割と置き攻めが普通にできるのはありがたいですね。ここは取ったやつだね。いや順調に減ってるな。ここ物欲装備で少しうろうろしたんだよ。まずいよ、ちょっと雑すぎるよ。よくないね。はい、クレクラの意味なし。ワンワンを始末。当たらないとダメ。これはにもらってますね。ダメだな。ここはもう良い。え？でここに、ここはね結構もうかなり動いたので一回ロック外れるのやめてほしいな。えっ、ここまで戻ってきた感じです。危ない危ない。よし、一回これで行かせましょう。ひるまねえか。やられた。帰るの？帰らねえのかよ。危ねえな。これ一回飲みましょう。この魔法玉はねやっぱり結構いやらしいんですよね。え、終わり。で、来い。はい、倒しておく。こいつにいつも襲われてたんだな。はい、はい、終わり。ここが挟み撃ちされます。結構届く。死にたい。あー、いやらしいね。あー、危ね。あー、危ない。いいね。お前はやりたいだけやって逃げるんじゃないですよ。OK。で、この向こうを、まあ、降りていった結果が今回だね。なので、今回はこっちに行ってみましょう。っていうことは、普通に向こうの上がり火でよかったのか。よいしょ。オッケーオッケー。いいよ。ほいよ。いいね。ちょっと調子が出てきたかな。まあこんな感じででももう破れそうなんですよ。今半分ぐらいですね。ここは持ち替えて、結構ね、見ましたからね。この辺りも。はい、もう一発。彼が。で。
る。しまった。あぶね。そうなんですよね。ワンちゃんがいるんですよね、ここ。何気に。ほんと、いやらしい配置してますよ。前、確か上は見ましたよね。見た気がするけど、どうだっけ？これは上から落ちてくるので、待って。え？で、この上に。よっこいしょ。はい、終わり。これがどうもなんか見てたら強いっぽいんですけどね。光る石がなくて、それを集めにアマナとか言ってました。これ？え？よいしょ。ああ、取ってるね、ここは。ここは2発当てて、持ち替えましょう。で、別艦越して、もう一回別艦。はい、終わり。よし。OK。まあまあ、おさらいみたいな感じでいっか。あ、そんなたくさんは回ってないんですけどね。あんまり変わったもの手に入れてなくて、何かあるのかなっていうのはまだ気になってますね。じゃあ、さっきは確かまた、やらしい連中がそろそろいると思うんで、弾が飛んでくるはず。レイピアは、ほんと、隙が少ないので、それを利用しながら行きたいですね。これであれか。かかり火まで来ちゃったね。ちょっと。一回回復したい。行っておいて。ほい。回復して。チコ。はい。よいしょ。ここに、かがり病実さん。松明もらって、これがあれか。待って、これどうだったっけ。すいません、同じ動きしてたら本当に申し訳ない。一日寝るともうすっかり消えてしまう。あ、この向こうはもう行き止まりだね。そうだそうだ、うんうん、ごめんなさい、やることない。入りましょう。思い出した、崖っぷちに宝物っていうか死体が置いてあるだけです。あ、ここ行ってないっしょ。ここなんだっけ。そう、ここ火がつかなかったとこですね。火の蝶をいくつか無駄にしましたけど、多分吹雪が止んだのでいけるんだと思います。ほら、着いた。はい。それで松明持ってたんでしょうね。あいついつも松明を持ってた、絶対。絶対そうだと思います。さっき何があるかさっぱり覚えてない。うわぁ、なんだ、ここは。かがり火手前っていうのが結構厄介ですね。待って待って、なんでお前がいるんだ。待って、どうしよう。
ラーメンはここ入る。え？痛い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 。やば。おお。お前来ちゃいけないとこだろこれ絶対。ダメだよ。ルールは守ってもらわないと。わわ。待て待て待て。ルールは守れって。やべ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 。危なかった。なんだこの中途半端なあのゾーンは。どうなってんだよ。危ないな。これ何？それはそうでしょうね。思いっきりそうだったじゃん。あ、これ怖いな。なんかゴトンって言ったし。こっちは何があったの？これはただの控室だったのか。これは？うわ、怖えな、これ。骨の拳、渋いね。これは、できればこれで、これね、こいつら、でもあんまりこれ入らなかった気がするんですよね。弓で、行こうか、久しぶりに。弓、弓。ん？あれ？こんなに少ない？いや、これ違う、両馬剣だ。こっちか。一応フル強化はしたけど、なんだかあんまり強い気がしない、雷弓。まずい気がする。みんな起きた。え？はい、一人ずつ一人ずつ。はい。はい。どうぞ。はい、次の方。あれ？いらっしゃい。おーっと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 、二人一遍は良くないな。危ない。しっかりスタミナを回復して終わり。まだいらっしゃる。あ、いたね。いつも数の暴力だよな。何も落とさないのか。従者の探検とかいうの落としてましたね。まだいるでしょ。いない。まずはこいつやっときましょうね。これ絶対動くと思うんで。はい、OK。 あ、なんか落とす。あ、注射の感じね。はい、これね、強くなかった。これ向こうも行けるんでしょうね。あ、これはこっちからか。あ、上から攻撃できるってことかな。気になるね。人の像、人の像も、ちょっとアマナでうろうろしてたら結構また溜まりましたね。これ闇の玉で。よし。あら。これは追っかけっこになるパターンかな。来るんじゃないのかい。引っかかった。何やってんだあいつ。あ、引っかかったの。うわうわうわ。引っかかったのはこっちか。あぶねえ。さすがに元ボスは怖い。走ると当たらないね。
しょ。得意なボスじゃないんだよな。ちょっとずるいですけど、割と諦めるの早いな。まずい、あぶねえ。 OK、 よし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 。どっかなんだっけ、罪人の塔とかでも早速モブにされてましたもんね。罪人の塔とか出てすぐ後だね。騎士街の鍵。これどこだろう？あそこかな？なんだっけ。外壁のそばに一箇所ありましたけど、騎士街ってでも、さっきのとこじゃねえのかな？違うか。これを手に入れただけか。あとはなさそうかな？僕はいけない。いけそうにない。OK。まあいいや。よし。じゃあこれで一旦戻って、かがり火に当たりましょう。思ったほど奥行きはなかったですね。正直言うと、ここはあれと思ったんですけどね。外に行ける道かと思ったんですけど、外にも実はいけるんです。これで次のかがり火だ。っていうことは、最初のかがり火から、ここまでは、間違いなく。攻略済みというか、確認したっていう感じですね。どうかな？今どれくらいです？結構でも、もう長いな。二度手間踏んでるのもあるかもですけど、もうちょっとやりましょうか。勇者のローブなるものをゲットしました。これは持ってなかったんじゃないか。いや、これもあれですね、アマナやったからです。まあ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 、弱くはない気がしますよ、これ。何か異様に硬いって感じはないですけど、もうない、しょぼいのかな。ちょっとわかんないな。はいはい、終わり。よし、OK。待て待て、お前ら。危ない。結局もらったわ。もう鉄砲玉が結局厄介なんですよね。はい、よいしょ。OK。 1回ずつ叩くよりはこっちの方がいい気がする。そして痛い。こっちはなんだっけ。は、公園に戻る通路か。あ、行っているね、これは。オッ
ッケー。ここはまあもういいでしょう。まあなんかこまごま探索しながらアイテム、これ毎回思うんだけど、アイテムは手に入れてるんですけど、やはり開かない。危ねえな。じゃあ来い。いいね、コンビネーション悪くないな。毎回潰しながら行くのも悪くないですけど、ここはどうだっけ。あ、そうそう、ここから投げやりたいが来るのか。はい、間に合う。あー、スカッタ。これはちょっと嫌な感じがする。あ、まずい。うわ、やられた。オッケー、よし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 、当たりなあ。まあまあいいものくれますね。まさかの2個連続はないでしょう。オッケー、広いからね、嫌な予感しますよね。原盤を一つ。原盤割となんかなんだっけ、おお、なんだっけ、ユナシャンドラがいる王の扉か。あそこのそばの石像がなんかずっと落としてくれるんですよね。しかも、今のとこまだ枯れてないんですけど。枯れないのかな？一部枯れない敵いますね。まあ、金の、なんていうんですか。魔法使いとかもそうなんですけど、ポーチュー割といいものもらいましたね。そう、鍵もしかしたらここかな。えい、いや、うわ、待て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 、ちょっと待って、壊れる壊れる。オッケー、よいしょ。ちょっとどこから来たんだおめえ。全く気づかなかったわ。意外と両手持ちで押し切れるっていうね、結構強いんですよ。大体の実ってなんだろう。囚人の突起。ここかな、ひょっとして。市街の鍵使えましたね。あー、これはこれですな。あ、当たりだった。これが多分外に出る道ですね。ここにかがり火がでもあるんなら、またにしましょうか。これちょっと楽しいんですけどね。これまたにしましょう。多分ここのチャレンジステージにはなると思うので。55分か、結構来たな。もうちょっとだけでも進みましょうか。なんかあんまり鍵とかもそんなにこうロイエスの騎士に近づいてる感じがしない。ここが結構変わったのかな。そう、ここもね、裏でちょっとアイテムあさりしてるときに、こういうのは取ってないですよ。これはもうもともと、あ、取ってないのあるわ。取ってないね。こういうのは取ってないんですけど、敵のアイテムドロップ狙って少し回ったんですけど、ここ透明な、なんか騎士みたいなやつがいたと思うんですけど、
なくなってましたね。あの、巫女の瞳で見えるようになったのかなと思って、ちょっと楽しみしてたんだけど、バロス、行きましょう。上。なんかもう、血にはめるなんかちょっと面白いですよね。これは宝箱だけっぽいかな。OK ね。ドルゴーの墓地。あ、これなんか時々出てたやつじゃないかな。あの、ロード画面にですね。違う？私が持ってるの。あ、あったあった。これ、双眼のドルゴーが愛用したモノクル付きの帽子。弓矢の射程距離、あ、そうだよね。射程距離が伸びる。義兄とともに、祖国ラルカナルを守った英雄ドルゴは伝説的な弓使いであり、鎖国を国是とする同国の外にまでその名を轟かせている、うん、あ、かっこいい、結構かっこいいぞこれ。ああ結構思ったよりもなんかコツなスコープですね。え？結構あのロード画面でこれ見えてましたね。よし、行きましょう。あとはですね、そう、まだ行ってなかったんですけど、ここが通れるようになってるんですよね。こっちは前から行けたんですけど、こっち。開いた。えい！あ、壊れちゃった。しまったしまった、そうだった。OK、ちょっと待ってね。あ、わっ。あ、これはどうしようかな、修理するか、一応。他の武器使ってもいいのはいいんですけど、結構ここ来てよく武器壊れるようになったので、結構実は持ってるんですけどね。替えは、あ、これもう壊れるとダメなんだっけ。壊れる前に使わないとダメなのか。あ、戻らないね。はい、これもうダメ、もう使えない。ここでは、うん、そう、論争か。これがですね、そうそう、これあのワンちゃんのこれ、あぶないあぶない、間違えた。あれか、この人じゃなくて、落ちてたドロップアイテムですね。え、ちょっといきなりやられたな。あれ、あ、なんか連発できなかったな。ここはアイテムはなし。まあ、なんかちょっと見えてたところですね。ほい、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 オッケー。昼道はでもほんとでかいですね。これはね、上行こうか。オッケー。鍋数。
あ、ここはあれですね、あの、なんですか、あの、突撃隊長が、やり投げしてきたと。あの、こちらからは開かないの場所が通じたみたいですね。OK。よしよし。だいたい構造自体は、この辺りは少し見えてきたかな。ちょっと危なかった。まあよしとしましょう。まあさすがにどこないね。うわあ。どうしよう。そしてなんか変な音がした。これはヒルミ絶対取らないといけないね。痛いのもらった。オッケー。いや、ひるみ万歳。なんか向こうにもいます。回復しようか。チラチラ。これで終わり。 OK？ 敵はいない。抵抗者の指輪プラス1。なんだ、抵抗者の指輪を多分持ってないぞ私は。どれだ、普通に手に入るものだったのかな。 あった。ああ、なるほどね、なるほどなるほど。あのセットであげるやつですね。ワンちゃんがたくさん。なるほど。うちは見える位置にはワンちゃんは。そう。なんか、ここは落ちると。よし。どうしようかな。こっちの方がいいか。ワンちゃんは、これよりは。あ、でも火がもうあんまりないのか。雷とかでも入りそうだけど。危ねえな。めんどくさいパターンだこれ。待って、ちょっと待ってよ。はい、おっとっとっと、まだいるの。どっちが良かったかな。いやでも、あ、割と当たりだった気がする。あ、大丈夫だね。ビビった。もうなんかこの形だと妙にミミック臭がする。うわ、これどうでもいいな。開かないか。開きそうだったけど。これはワンワン祭りか？これよりはこっちだろうね。まだたくさん出そう。ほら。わあ、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た。いて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 、ちょっと武器大事。よしよし。いや、まあ硬いからね、こっちも。言うて耐えられますけど。よいしょ。こっちはこれだけか？もういない。まだワンワン出るかと思った。
なんかいかにも隠し扉ありそうでしたけど。待てよ、ドキドキゾーンが続くな。どここれ。ショートカットか。どこに続いている。あ、割とあっさり。またこちらからは開かないのとこだし、だしょうな、だしょうな。どこ出す。これどこ。ああ、はい、あれだ、巫女の瞳があったところだ。ここですね。ここに巫女の瞳があって、もうさすがに覚えてないわ。ここはどっちから来てどう行ったんだっけ。なるほどなるほど。じゃあどうだったっけ。なんかこの後アーバ戦でしたよね。この辺りなんか黒ファンに侵入された気がするけど。わっ、待て待て、ここも何か変わるのか。そしたら今回はこの続きくらいでいいのかな。このかかり火くらいからでいいかな。ちょっと待ってくださいね。ここもまだ進めそうですもんね。いろいろ行けるところが一気に増えすぎてわかんないや。今何分。うわ、すみません、1時間結構超えてた。それじゃあ、どうしようかな。次回はこの、さっきのかかり火から続きをしましょうか。それがいいかな。お、袋の先、ちょっと気になりますが。覚えておこう。今度はね。忘れないようにしましょう。よしよし。じゃあ、今日はここまでにしましょう。次回はじゃあ、さっきのかかり火のポイントからスタートして、続きをこっちからかな、やっていきましょうか。で、そうだね。かかり火周りもなんか、周りが結構いけそうなんで、まあ、まだまだ探索する場所ありそうなので、やっていきましょう。まあ、ボス自体はいつでもいける状態なので、まあ、せっかくなんで、いろいろ探検してからの方が面白いですしね。よし。じゃあ、今日はここまでにしましょう。すいませんね。なんだか、うろうろ。なんか、序盤は前回も通ったところ、また歩いてたのかなっていう気もするんですけど。氷結のところを覚えてたんですけどね。はい。まあまあまあ。じゃあ、また次回。よかったらお会いしましょう。ほんと、ゆっくりで、なんか、ほんと普通に遊んでるだけで申し訳ないんですけど、ほんといつも見ていただいてありがとうございます。ほんとありがたいです。まあ、序盤の頃は、本当にゼロとか普通だったんですけど、まあ、単純に撮るのが楽しくてやってたんですけどね。やっぱり、誰か見に来ていただけるようになると、やっぱ、ゼロとかだと、やっぱ結構寂しくなりましたね。はい。まあ、何かしら触れていただいてるみたいで、本当に嬉しいなと思います。では、またよかったらですね、こんなですけど、遊びに来てみてください。今日はここの辺りで失礼しましょう。長時間お疲れ様でした。ありがとうございます。では、また次回。さよなら。バイバイ。